71から4 0には、ロシア連邦のウラルトランスマッシュが製造した路面電車車両。エカテリンブルク市電の新型車両計画の一環として開発された経緯を持ち、スペクトル -2 の愛称を持つ。ロシア連邦の都市、エカテリンブルクの路面電車であるエカテリンブルク市電には、ソビエト連邦時代の1958年から1988年にかけて、 チェコスロバキアの KD タトラが製造した高性能路面電車タトラカーの大量導入が行われていた。だが、それ以降同社からの路面電車の導入は停止し、ソビエト連邦の崩壊後には老朽化したこれらの車両の置き換えが大きな課題となった。当時ロシア連邦各地の鉄道車両メーカーも多数の路面電車車両を製造していたが、どれも タトラカーと比べて性能面で劣っており、エカテリンブルク市電が求める車両基準には遠いものであった。そこで1990年代当時市電を運営していたエカテリンブルク市の路面電車トロリーバス部門はタトラカーと同性能の路面電車を開発するプロジェクトスペクトルを発表した。それまで自走砲をはじめとする兵器の生産を主な事業としていた ウラルトランスマッシュをはじめとしたロシア各地の企業が参加するコンソーシアムとして1993年に立ち上げられた後、1995年からエカテリンブルク市の支援の下で開発が行われ、1997年に最初の車両となる71から401スペクトル -1 が完成した。この車両を用いた各種試験やウラルトランスマッシュの工場の改装、 鉄道車両製造技術の習得などを経て、1999年6月から製造が始まったのが、スペクトル -2 の愛称を持つ71から402である。ループ線が存在する、路面電車路線に適した型運転台のボギー車で、全溶接式構造の構成車体を有するが、前面はグラスファイバーを用いて作られている。車内には、クロスシートが設置され、換気は、 開閉可能な窓による自然換気及び屋根の換気扇が用いられる一方、暖房には側壁内に配置された環状電気ヒーターが使われる。上空扉は右側に3カ所存在し、駆動は補助電源が用いられる。運転室は仕切りによって客室と分けられており、内部には暖房、換気機能を有する空調装置が搭載されている。台車は側張りや軸受けが、 車輪の内側に存在するインサイドフレーム方式が用いられ、2機設置されている誘導電動機からの動力は自在継ぎ手や歯車を介して車軸に伝えられる。制御装置は VVVF インバータ制御方式に対応しており、補助電源用の電動発電機を含めてマイクロプロセッサによる継続的な制御や監視、状態の診断が行われ、非常時には 運転台に設置されているディスプレイに状況が表示される。これにより従来の車両から機器の信頼性やメンテナンス頻度、費用の削減が図られている。これらの車体構造や性能については制御装置をはじめとした電気機器こそ異なるものの、エカテリンブルク支電にも導入が行われたタトラカーのタトラ T6 バイト5をもとに設計が行われている。 1999年に試作車が製造され、試験の後、翌2006年6月に量産の認可が下りた。それ以降、71から4 0には、エカテリンブルクをはじめとした、旧ソ連各国の以下の都市へ向けて2005年まで製造が行われた。同時にコンソーシアム、スペクトルによる路面電車車両の展開も終了し、以降製造された改良形式は、 ウラルトランスマッシュによる単独生産に切り替えられている。ありがとうございます。